こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、先日保育園デビュー直前〇〇を忘れず準備をっていう動画を上げましたね。保育園4月からですよね、いよいよねってやったら、コメントでうちは小学校1年生になるんだけどって、小学生の母、そして小学生、この新1年生になるに心構えっていうところで動画を上げてほしいっていうコメントがたくさん届きましたので、今日は1年生直前の何々を忘れず準備をっていう動画上げたいなと思います。頑張らんでええよ、適当でええよ。1年生緊張しますよね。小学校って、まあね、保育園幼稚園と比べたらやっぱり規模がでかいし、ね、1年生から6年生まで校舎も大きいし、先生の数も多いし、で幼稚園や保育園の時代ってまだまだなんか若い女の先生、まあ、年齢いったあとも女性の先生がやっぱり圧倒的に多かったと思うんですけど、小学校行くとなんかもう定年間際のおっちゃん先生とか、若いバリバリのなんか体育会系のお兄ちゃんみたいな先生やったりとか、先生たちの年齢層性別もバラッバラになってきて、だからそういうところだけでも親はおーってなんかね、すごくレベルの高いところに足を踏み入れてしまったような、そんな気持ちになって緊張したりもするんですけども、まあ1年生になるのに何の準備をしとけばいいんやろうって、もう3月なのでね、もうあの1ヶ月しかないですけども、もうね、私は小学生を、11人小学生にしてきたのね。12人産んで一番下が今3歳だから、まだこれから小学校なんだけど、11番目までもう小学校入学したので、11人の小学生を輩出していったんですけどもね。まあでも思い出したら、第一の時は緊張したな。持ち物一つどうしていいかもわからへんし、授業についていけんのかなとか、お友達できんのかなとか、給食食べられへんかったらどうしようとか、先生怖いんかなとか、宿題どんなんなんやろうとかね、もういろんなことが不安でたまらなかったんですけども、まあ11人小学生にしていって、まあ学校もいろいろ行きましたね。引っ越しがあったりいろいろあったから、たくさんの小学校を経験してきましたけど、まあ結論的にね、たかが小学校なんですよ小学校本当に、はい、だってね、新1年生って所詮6歳ですよ。まだね、生まれてこのように生を受けて6年しか経ってない子たちにね、そんな高度なことを求めるかって言ったら、そんなこともないのでね、できることって知れてるし、はい、もう6歳の子たちがそんなに大きな努力をしなくてもできる範囲のことができていればいいのかなと思うわけですよ。例えば名前を呼ばれて返事するとか、はい、キセマークくん、はい、はい、もうこれできたら OK かなと思うし、うん、でトイレ行かなくてもいい？はい。え、行かないの？やっぱり行きます。はい、この受け答えができればいいだろうし、はい、聞かれたことに対して答えれるっていうことができれば、まず6歳としては OK なんかなと思うね。であとはそうね、まあ、授業中であったりとかね、急にトイレ行きたくなったりとかあるじゃないですか。1年生よく漏らす子いますけどね、うん、なんか言っていいものやらどうしようどうしようみたいになることがあるから、そこら辺は授業中であっても何でも、おしっこ行きたくなったら行ったらいいで、で、はいとかで言うの恥ずかしかったらスッと立って、で先生のところに行ってトイレ行ってきますって一言言って、行ったら全然いいねんでって教えてあげる。でそれに伴って3月ぐらいになったら、お家の中でもね、トイレ行きたくなったらママのところにスーって来て、トイレ行ってきますって一言、はい行ってきてくださいみたいな、トイレに行く小学校ごっこみたいなのを取り入れたり、トイレに行くっていうことを恥ずかしいことじゃなくちゃんと言っていけばいいよっていうこと、そこはまあ教えておいてあげるといいのかなとは思いますけどもね。マシュマロで肌と心に優しさを。あとは通学路かな。小学校ってどういう道を通って帰るとかっていうのを、1年生になったら保険なんとか表だからね、通学路とかを地図を書いたりとかで、赤のペンでこうここを通ってこうやってこうやってこうやって行きますみたいなね、そんなやつを提出したりとかするんですけども、どの道を通って小学校に行くか、まあ集団登校のこととかはねもう決まってるからいいかなと思うんだけど、まあ、まあ今少子化でね、人数も少ないから個人で登校する学校も増えてるかと思うんですけど、どの道を通って学校まで行くか、どの道を通って帰ってくるかっていうのは事前に予行練習で一緒に歩いていくっていうね、ここに横断歩道あるからここを渡ろうなとかで、やっぱねちょっと慣れてくると、少しこう遠道をしたり、友達の家の方を回ってから家帰ってきたりとか、正規の決まってるその道ではないあぜ道とかを通って、これ近道やからみたいなことをやっちゃったりね、なるんですよね。なのでやっぱそれはもう決められた道を通って帰ろうねっていうことを教えておく。
あとはなんだろうな、あとね、今私さっきトイレ行くときに授業中はっていう話をしたんですけども、授業中、授業というこの言葉、これを大人は当たり前に授業使うけど、とか教科書とかノートとか、はい、そういう言葉ですよね。学校でよく使うような言葉なんですけど、当たり前に使うけど、子供にとってはこれ初めてなわけですよ。授業って言われても、ん?みたいな。授業?授業?みたいなね、分からへんかったりするわけですよ。学校でよくなんか使う言葉みたいなのは、教科書ってこれなとか、ノートってこれなみたいなね、消しゴムこれ、鉛筆これねとか、ランドセルこれねとか、体育着はこれねって、上靴なとか、そこら辺のよく使う用語を教えておいてあげるといいのかな。でもうね、3月になってきたら学用品とかももう大体皆さん準備されてるんかなとか思うんですけど、やっぱりね、かぶるんですよ、友達と。筆箱、例えば女の子やったら今ちいかわが流行ってるって、あのみんなちいかわの筆箱持ってたりとかね、だからかぶるんですよね。で男の子やったらみんなポケモンの鉛筆やったりとかね、かぶるんですよ。なのでちゃんとそれに名前を書くっていうのはもちろんやるんやけども、自分の持ち物をこれ自分のやっていう認識を持っとかないと、ぐちゃぐちゃになった時にこれあなたのって言われても、え違うって、自分のものやという認識がなかったりするね。だからこれあなたのだよ、あなたのだよっていうのを、持ち物の認識をちゃんとしておくっていうとこはやった方がいいかな。あと、まあ、ひらがなであったりね、簡単な足し算とかそういうところに関してはそんなに慌てなくてもいいかなと思うんですよね。まあ早い女の子なんかってもうひらがな全部書けたりとかね、一桁の計算できたりっていう子もいるんですけども、それがねできる子たちはやっぱ知ってることを教えてもらうから、すごい自信につながるっていう部分もあるんですけども、もし興味があれば教えてあげてもいいかなと、入る前にね、1年生になる前にね。でも本人があんまりやる気がないんやったらね、それをこう1年生になるんやからこれぐらいはできとかなと言って押し込んでしまうと、お勉強っていうものが楽しいものではなくなって、これはあんまりよろしくないなと思うんですよね。でひらがなもね、まあ女の子なんかやっぱりこうお友達とお手紙交換とかね、幼稚園の時代の年中さんぐらいだったらやりだしたりするんですよ。教えてないのに勝手にひらがな書けたりするね、女の子なんかね。で男の子興味ないから、そういうのにほなもう全然書けなかったりするんですけど、書けるのはいいけど、よくよく書いてるその書き順を見てたら、えこれ何書いてるの、おっとあーやったみたいな、とんでもない書き順で、でも最終形態はあーなんですよね。そんな風に書き順ぐちゃぐちゃでひらがな書けるようになってる子たちも結構いたりするのね。でこれ小学校1年生の先生が言ってたんだけど、真っ白のキャンパスに色を塗っていくのってすごい塗りやすいねんけど、赤で塗ってるものをキャンパスを青に塗り替えるのってすごい大変やと。だからもしひらがな教えるんやったら、正しい書き順でちゃんと教えれるんやったら教えてあげたらいいんですけど、そこまでも大変やなっていうことやったら、いっそのことね、真っ白のキャンパスのままで小学校入学でも全然構わないんですよ。で1年生やっぱどんどんこう学習していくからね、脳が柔らかいから吸収していくんでね、教えてもらったらどんどんそれ入っていって、あっという間にもともと欠けてた子たちに追いつきます。そんな差がついていくっていうことはありません。なので必死だって自分の名前ぐらいは書けないととかって言うけど、ひらがななんか一個ずつ習うしね、それでちゃんと追いついていくから、そんな必死になってひらがな書けるようになってからいかなあかんとかっていうのも私はあんまり感じないですね。もう絶対追いついていくからね、大体で適当でいいんちゃうかなと思いますね。それより小学校という場所が楽しいで、お兄ちゃんお姉ちゃんがいてさ、大きいお兄ちゃんお姉ちゃんがいっぱい遊んでくれてなとか、小学校のポジティブな楽しいことっていうのをたくさんたくさん教えてあげたらいいのかなと思いますね。でも1年生になるのに、そんなんじゃ1年生になれないよっていうような言葉は一切使わず、いや絶対楽しいって言って、ママ楽しかったもんみたいな自分の時の経験談とか話してあげたりね、そんなのをしてあげるのがいいのかなと思いますね。で名前のね、ネームとかシールとかね作ったりするんですけど、あれも本当に1年生の初めだけでね、結局あれは使いにくいね、ぶっちゃけあんまりいらないと思います。もう手書きで十分だと思います。でこれあかんやつやんだけど、気がついたら名前書かなくなりますね。で忘れ物箱に置かれて、持ち物名前書けと先生に怒られて、でも書かへんみたいになっていくんですけどね、だんだんグダグダなっていってね。でも最初のうちはちゃんとね、持ち物名前書いてなんだけど、シール貼るより書く方が早いかなって思いますね。で、ね、そう、今11番目のトトちゃんが1年生なんですけども、もうすぐ2年生になるんだけどね。
トトにひらがなの勉強でね、私ちょっとやってたのがね、トトの小学校はお弁当なんですよね。えらいでしょ、私毎日お弁当作ってるんですよね、お弁当なんですよ。でそのお弁当に毎日このちっちゃいねメモを入れてます。そこにね、トトへ今週はあと1日でお休みだ、頑張れってちょっとだけ手紙を書いて入れとくんです。でそれにトトに裏にお返事書いてきてなってお願いしてね。でトトは学校で私の手紙に対して裏に、やったー、あと1日で休みだ、ママどこ行くとかお返事を書いて返してくれるんですね。交換日記みたいなのやってるんですよ。でそれだけでもね、多分ね、日記を書く、その文章を構築する力だったり、ひらがなを書く力だったり、どんどんついていってるなと思います。これをトトは1年間、まあ、ひらがな習い出して書けるようになってからか、まあ、2学期ぐらいからかな、やり始めて、もうこれすごいね、毎日のね、親子のコミュニケーションになってて、これおすすめです。だからお弁当がなかったとしても、例えば子供の筆箱、1時間目だって、はい、筆箱開けました、必ずそこにママの手紙が入ってるみたいな。でそれに返事書いて、また放課後返してくれるってね。こんなコミュニケーションを取っていくのもすごいいいのかなとか思いますけどもね。うん、あとは何だろうな、友達ができるかどうか、そんなん絶対大丈夫ですね。これも小学校の先生と盛り上がったことがあるんですけども、友達できるかなとか、そこ不安がってるのはお母さんの方であってね、例えば同じ幼稚園の同じ保育園の友達が一切いない、一人っきりの小学校にポンって上がったとしてもね、初めて会う子ばっかりのところに行ったとしても、1年生ってあっという間に友達になるんですよ。もう入学式の時点でもう普通に、え、いつからの連れっていう感じで喋りますね、子供って。はい、で友達できたとか言って、なんていうの名前ったら知らんみたいなそんな感じであっという間にね適応しちゃうんですよ。でそこになんかどうしよう、話しかけようかな、あでも恥ずかしいかもとか、そういうこと考えるのって本当に大人なんですよね。で子供ってそういう先入観なく、もうあっという間にお友達になっちゃう、すごい力を持ってるから、友達ができるかな、大丈夫やろうかとかっていう心配はほんま親が勝手にしてるだけで、全く子供は問題ないよね、ですよねって、ね、学校の先生と盛り上がったことがありますね。そこはもう全然大丈夫だと思います。じゃあママ同士の付き合い大丈夫なんだろうかっていうところなんですけども、まあ今時ね、どこの小学校も PTA ってありますけども、で子どものために保護者もみんなで子どもを良くしていこうっていう PTA 活動っていうのがありますけど、あれ実は任意なんですよね。強制ではなくって、入りたい人が入る、入りたくない人は入らなくてもいいんですよね。なんとなく反強制のようなイメージがずっとあったけども、任意で、最近はもうあれに参加しないっていう人も結構増えてきています。で私も実は PTA っていうのはもちろん入らなあかんと思って今までずっと入ってきてたんですけど、頑張ってやってた、仕事忙しい中でね、でも大変なんですよ PTA、 いろいろこう参加するのってもうちょっと負担やなってずっとあってね。でもう任意やしと思って1年生トトのところからは、一応そこには入ってはいるけど自分のできる範囲でしか参加しません。はい、基本いろんなメールとかもあの LINE で届くけど傍観、そこに何も返せへんみたいな、もうそこ一線を引いて、自分の中でねどん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 参加していかずに、一歩引いたところから傍観してて、でちょろっと参加できる時だけちょこっとだけ行くぐらいの、そんな感じでうまく付き合ってますね。今時も働いてる人すごい多いから、それ絶対いいと思うし、で、うん、そうね、クラス LINE だったりとかそういうものっていうのは今時ね、昔はね連絡網とかで言いましたけど、今はグループ LINE でやったりするんかなと思うんですけども、まあ、そこもね、好きな人たちはどんどん会話してますけど、そこに必死になって入らなあかんかったら、そんなこと全然ありません。はい、一応グループにはおる、だけど特に発言もしないし、でも全然それであの人何とかにもならないですしね、もう働いて忙しいママさんたちもいっぱいいるからね、そこは自分の中でこうけじめをつけるというか、自分のしたくない負担になることはしないっていうのを最初から徹底した方がいいんじゃないかなと思いますね。で小学校になったらもう子供同士の世界になってきます。幼稚園保育園までは子供があって、そこに必ずくっついてママがいたけども、ね、それがもう親と子っていうのがちゃんとこう切り分けられて、子供たちの世界になっていくから、別に親がそこに入っていかへんかったからって言って子供の関係がなんかおかしくなるとか、そんなことないんで、もう子供の世界でもう私たちは一歩引いたところから、子供たちどうぞっていう風にしてあげる方がいいのかなと思います。でまあ小学校時代、そうね、まあお友達のお母さんであったり、まあ一人二人ぐらい普通に会話ができる、仲良く喋れる、たまにランチ行くみたいな、そんな友達が一人二人ぐらいできたら、まあバンバンないなんかなっていう、そんな感じですね。
うん、だから基本子どもたちの世界だからそこに親が入らなあかんってことは全然ないので、保育園幼稚園時代とは違って子どもを信じても羽ばたかせるってことをすること、うん、で1年生だったら通学路のチェックもしてねって言ったけど、もう放課後になったらただいま帰ってきたらランドセルボン置いて遊んでくる行ってきますですよ、1年生はもう。で今までの感覚で心配やから親ついていきたくなるんですけどね、うん、それはもう行ってきなさい、で誰のお家行くの、友達のお家入るときはお邪魔します、帰るときはありがとうございましたさようなら挨拶をして帰りなさい、で5時に帰りなさいっていうところだけ言っておいて、あとはお世話になったから親が行って向こうの親御さんにご挨拶してとかはいりません。だから私も子供たちいっぱい見てきたけど、子供はよう遊びに来る、この子うちの子供の仲いい誰々くんよう顔を見るし、まあ、しょっちゅうしょっちゅううち来るけどこの人の親誰やろみたいなんで6年間終わった時でもありましたよ。だそれも全然構わないんでね、そこをちゃんとご挨拶しとかなとかも別にいりません、もうこれ子供の世界だから、うん、うちの子も行ってるやろうし向こうからも来るし、うん、それでいいんですよ、はい、だからもう出しゃばらず子供を信じて生かして挨拶だけしてちゃんと時間を守って帰ってきなさいよでいいし、で帰ってきたらどこ行ってた、誰のうち行ってた、何してたんとかっていうのはもう1年生になったら親に全てを共有して全部を理解してもらうっていうのは好みませんからね、もう自由にしてママの知らない子供の姿っていうのもあっていいわけだから、あんまりとやかく何したどうしたこうした学校どうやったどうやったいろいろ聞かないこと、ちょっと振って向こうからわーって話してくれる、それはもうどんどん共感してやって聞いてあげたらいいんだけど、向こうが言ってきてないのにこっちからどん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 押さないこと押して様子見て、あんまり話したくなさそうと思ったらスッと引くっていうことも大事かなと思いますね。あとはもう1年生の壁ですよね、働いてるママさんたち本当に大変だと思うんですけども、まあ学童大体まあ6時6時半ぐらいまで最近見てくれるところが多いかなと思うので、保育園時代と同じぐらいの時間にまあ迎えに行って帰るっていう形でもいけるかなと思うんだけど、やっぱ1年生やっぱ宿題がね、まあ、最初のうちは出ないんですけど、まあ、6月かなそのぐらいだったら宿題が出始めるんですよね。で学童でやってきて帰ってくれたらいいねんけど、やっぱ遊ぶの楽しいから子供って学童では遊んじゃうんですよね。で何にもやってない状態で6時半に家に帰ってきて、で晩ご飯食べてもう疲れて集中力が切れてるところに今から宿題ってもうグダグダでできないんですねっていうようなこともあるから、まあ、これも学童によって宿題やりやっていう声かけはするけど中身は見ませんっていうところとか全部見るよっていう学童もあったりするんだけども、そこはもうね入る学童の状況を確認してなんですけども、まあ見てくれないっていうところでも、はいまず宿題やってから遊びみたいな声かけはね指導員さんしてくれますから、それしてもらえへんかったら家帰ってから大変になるんやったら一声かけてもらうようにちょっとお願いをしておくとかね、そういうところはしてもらうといいかな。で問題になるのが夕方より朝なんですよね。朝ね、保育園はね幼稚園は早朝保育っていうのがあって朝7時ぐらいから開けてくれて、でそこに放り込んでママ仕事に行って間に合ったかと思うんですけど、小学校って今大体まあ7時半ぐらいになって校門が開く、それまでは閉まってるんですよね。7時半に送って行ったんじゃ仕事間に合わへんっていうママさんも結構いらっしゃったりする。そうするとその6歳の子供置いといて鍵閉めて7時半だったら行きや、いやできひんしね、どうすんねん。ほんならもうママと一緒に出て、で校門の前で子供待たして、寒い日も暑い日も雨の日もでママ先に行って子供は校門が開くまで校門の前でポツンで待ってるみたいなね、これ1年生の壁大変なんですよ。でみんなどうしてるんかなとかって考えてたら、まあ、最近はもう朝の7時ぐらいからね先生の負担を増やしたらあかんから民間のそういう警備員さんだったり地域の人たち順番でとかで7時ぐらいから校門を開けてくれて校門の前に大人がね立っててくれるっていうような働きも1年生の壁って全国的に問題になってるから、そういうところも増えてきてはいるんだけど、そうじゃなければその幼稚園とか保育園時代の仲良かったお友達のお家にごめん7時になったら送って行ってもいいかなって、あいいよいいよ一緒に行かすよって7時にそのお友達の家に掘り込んで、でその友達と一緒に7時半になったら一緒に登校してもらうっていう、ちょっとねそのお友達のお家に30分ぐらい朝お世話になるっていうような、はい、そんなことをやってる親御さんもいらっしゃいますね。でもそんな迷惑になるんではって思うかもしれないけども、それは1年生になったら幼稚園保育園時代の5歳児までみたいなわがままなことっていうのはありませんので、聞き分けもちゃんと聞けるしね、そこのお友達のお母さんの言うことっていうのはちゃんと聞く力がありますので、
1年生はもう、うん、そこは迷惑っていうようなことにはならないと思いますので、そういうのもぜひね、もしお友達がいたらね、お願いするのもありなんかなとは思います。そこは本当に持ちつ持たれつやと思うからね、上手にやっていかないとやっぱり1年生の壁で仕事しにくくなったりっていうことになりますので、ね、そこら辺はちょっと工夫をしてみてもらって、うん、であとはファミサポであったりとか、その子どもの居場所、今子ども食堂とかもねすごい増えてたりするんですけど、その地域の学童とは別でその子どもの居場所って放課後の居場所みたいなのを作ってくれてる地域もすごい増えてるから、そういう公的なね地域でやってる子どもの見守り場所みたいな、そんなのもどんなとこがあるのかなっていうのをこう確認して、うまくそういうのを使えればね、どんどんこう利用していくっていうことも必要になってくるかなとは思いますね。はい、まあ他何やろな、そんなもんかな。うん、でもまあね、最初に言いましたけど、たかが小学校なんですよ。うん、で先生たちの数も増えるし、校舎も大きいし、いろいろこう変わるんだけどもね、だけどね、先生たちだって普通の一歩プライベートになれば皆さんと同じお父さんだったりお母さんだったりするわけですよ。皆さん子育てをされてる普通のお父さんお母さんだったりするわけ。職業がただ先生だっていうだけで、だから先生だからすごくなんか高い上の偉い人で融通が利かない人みたいに思いがちなんだけど、いや普通に人間です。はい、なのでこっちが心を開いて仲良く関わっていったら、先生たちも心を開いてきてくれて、いや保護者と先生だからこんな仲良くなったらダメですよねみたいなほんまやねとか、これあの保護者関係っていうことも、そういうのがなくなったら飲みに行きましょうね先生とかって、本当ですねとかって、それぐらい仲良くなってもいいのかなと思いますね。仲良くなっとくと子供にも結局チームで関わることができるから、いい影響しかないです。だから先生やからって言って引くんじゃなくて、どんどん仲良くなって連絡帳を利用したりとか、懇談やったり、それ以外も先生ちょっといいですかって放課後にちょっと喋りに行くとかも全然ありですしね。とにかく心を開いてくれて、どんどんこう関わってくれる親御さんの方が先生たちもやりやすいんですよ。何考えてるか分からへん保護者めっちゃやりにくいんですよっていうところがあるので、その怖い場所じゃないですから小学校は。はい、たかが小学校はい、どんどん仲良くなっていってもらうといいかなと思います。小学校はとっても楽しい場所です。うん、子供の中でそれはね、ちょっといじめられたりとか喧嘩したりもいっぱいありますよ。でもそういう経験の中で社会経験を積んで、子供たちはどんどん成長していくので、悪いことばっかりじゃないから、子供がなんかママにちょっと聞いてほしいで喋り出したら、ふん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 言って、そこ否定したり正論ぶちかましたりせずに、あ、そうかそうか、そんな思ったんやな、そんな嫌やったんや、そうかって言って、ただただ聞いてあげるっていうことに徹してもらったらいいかと思います。はい、12人産んだ助産師さこの子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。マシュマロポメロはあなたと、そしてあなたの大切な人の健やかな笑顔、そして豊かな人生の追い風となること、一途な思いを込めて作りました。私がこだわってこだわって作った商品の購入は概要欄またはこちらのリンクからどうぞ。